小名浜駅は福島県いわき市小名浜にある福島臨海鉄道の貨物駅、福島臨海鉄道の中心となる駅である。東北地方太平洋沖地震に際しては高さ2メートルを超える津波に襲われて壊滅的な被害を受けた。小名浜までの運転再開は2012年2月1日のことであった。東日本大震災後の復興事業に伴い、 駅を移転させる工事が進められ、2015年1月13日より約600メートル西側に移転した新しい駅での営業を開始した。出発式は1月23日に実施された。旧駅跡地は防災機能を備えたショッピングセンターが建設されている。 これにより泉から小名浜までの営業キロはそれまでの 5.4km から 600m 短縮されて 4.8km となり、宮下駅に接続していた専用線は小名浜駅接続に改められて、宮下駅が廃止となった。2015年の駅移転後は面積約4.6ヘクタール、コンテナホーム一面二線を含む五線に、機関車研修庫、貨車研修庫、 鉄骨造り2階建ての本社、倉庫2棟がある。駅移転に際して専用線の再編が実施され、東方アイヌ・オ浜ハ製錬所への専用線が、宮下駅発着から東駅発着に変更され、東方アイのシャー貨物列車を東駅で扱うようになった。かつては、日本火星小名浜工場への専用線があった。この専用線は、工場内を経由し、 隣の宮下駅までつながっていた。また、駅南の小名浜港の不当へ続く、郊外側線もあった。郊外側線からは、不当にあった倉庫や宇部三菱セメント、太平洋セメントの小名浜サービスステーションへの、専用線が分岐していた。太平洋セメント専用線からは、内原駅へのセメント輸送が行われていたが、2000年3月に廃止された。ありがとうございます。